おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は秋植え球根、地温の毒サピンクジャイアントを鉢植えにしていきたいと思います。地温の毒サはヒアシンスの仲間になります。別名、雪の輝きという意味があります。寒冷地では雪の中から花を咲かせる花姿が由来するようです。草丈は15センチと小さいんですけれども、開花は2月から3月と早い時期に咲くようです。今回も実際に鉢植えしながら5つのコツについてお話ししたいと思います。まず1つ目のコツ、育て方です。地温の毒サは秋植え球根ですが、高山植物なので寒い地域で栽培するのが適しています。そのため夏の暑さに弱いので、暑い地方では鉢植えにして夏場は涼しいところに移動してください。地植えでは落葉樹の下が適しています。鉢植えの場合、植え付けから開花まで日当たりのいいところで育ててください。晩雪期は軒下など雨の当たらないところに移動してください。夏は休眠期で葉が枯れますので、日陰の涼しいところに移動してください。2つ目のコツ、用土です。水はけのいい肥沃な用土を使ってください。3つ目のコツ、植え付け方です。深さ5センチから10センチで植え付けてください。少し深植えになると思います。4つ目のコツ、肥料です。肥料はあまり必要としていません。定植時、元肥が入っていれば十分ということです。そして開花後に液肥を少量施してください。5つ目のコツ、水やりです。地植えでは必要はありません。鉢植えの場合は土の表面が乾いたらお水をたっぷりと与えてください。それでは今回用意するものについてお話しさせていただきます。まず鉢になります。幅が25センチ、深さが25センチ、中にスリットが入っていますが、鉢の縁をこのように花ごてで穴を開けてあります。こうすることによってさらに排水性が良くなります。このように光で透けてみますね。穴が開いています。そして培養土になります。いつも使っている元肥の培養土、こちらで十分だと思います。マグアンクも今回は入れないことといたしました。そして大切なのがこちらの名札になります。この鉢に何が植わってるか分かるようになります。それでは定植していきたいと思います。袋から出していきたいと思います。今回は地温の目草ピンクジャイアント20球が入っています。はい、丸い球根ですね。はい、仮置きしていきたいと思います。このように脇から子供が出るようですね。もうすでに子供が出ています。草丈が15センチと小さいので、そんなに深く植えないような気もしましたけども、10センチで植えてくださいとのことです。意外に深く植える感じになります。はい、このように仮置きしてみました。これから植えていきたいと思います。はい、植え方は軽く押し込むだけで十分です。とても球根は植えるのは楽だと思います。はい、このような感じになりました。それでは培養土を乗せていきたいと思います。はい、こんな感じかな。灌水していきます。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらお水をあげるようにしてください。以上で地温の毒サピンクジャイアントの鉢植えが完成いたしました。今回も5つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、育て方です。秋植え球根ですが、高山植物の部類に入りますので、寒い地域で栽培するのが適しています。そのため夏の暑さには弱いので、暑い地方では鉢植えにして夏場は涼しいところに移動してください。地植えでは落葉樹の下が適しています。
鉢植えにする場合、植え付けから開花までよく日に当たるところに置いてください。梅雨時期は軒下など雨の当たらないところに移動してください。夏は休眠しますので、日陰の涼しいところで保管してください。2つ目のコツ、用土です。水はけのいい肥沃な用土で植えてください。3つ目のコツ、植え付け方です。深さは5センチから10センチで定植してください。4つ目のコツ、肥料です。地用のど草はあまり肥料を必要としていません。定植時に元肥が入っていれば十分です。現地では痩せた土地で育っています。開花後に液肥を少量与えてくだされば十分だと思います。そして5つ目のコツ、水やりです。樹植えの場合は必要ありません。鉢植えの場合は土の表面が乾いたらお水をたっぷり与えてください。一度植えてしまえばとても簡単に栽培できる地方のど草だと思います。この動画をご覧の皆さん、地方のど草の球根がもし手に入るようでしたら、ぜひとも鉢栽培に挑戦してみたらいかがでしょうか。今日は地方のど草、ピンクジャイアント、鉢栽培についてお話しいたしました。チャンネル登録、そして高評価をしていただけますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。